何かお探しですか？旅人にパイモンどうしたんだ。ちょっと待って、その何かを企んでるような表情。まさか。まだあのおかしな要求のことを考えてるんじゃないだろうね。ティマイオス、おいらたちを手伝ってくれるよな。 旅人がいらないって言ってるんだからいらないだろうだってそれ本当におかしなものなんだぞ嫌だあれがないとオイラの夕暮れの実がダメになっちゃうぞでもこんなものを研究する時間があったら君のために10回は果物を取れるよどんなものを研究するんだいまた会ったねアルベド先生 ちょうどいいところに果物をジュースにできてかつ果物を新鮮な状態で保てる機械が欲しいと言われましてそんなものをすごく重要なことなんだこれが発明できたらもう果物が腐るのを心配しなくてもいいんだぞそんなのありえないって 果物をジュースに変えるのは難しくないが新鮮さを保つのが難点だ果物を腐らせないようにするだけなら方法はいくつもあるそうだろ旅人首どうしたんだい僕の首に何かあるのかい その表情まるで僕が悪質ないたずらでもしたかのようだねアルベドさっき言った果物を腐らせないようにする方法ってなんだ例えば果物を雪山にある溶けない雪の中に埋めるそれじゃ食べられないじゃないか雪山に住むといい。 いやいやおいら寒いのが苦手でもしくは果物を僕に渡して僕が雪山に持っていくだけど君は寒がりだから他の人に果物を取りに来てもらうしかないどうやら君がやってあげるしかないようだ旅人それだったらなんだか行けそうな気がするじゃあそうしようぜ 果物を雪山に埋めれば確かに日持ちするようになるだが発芽して木になる可能性もないとは言えないもしかすると今度君が来た時はその夕暮れの実が果樹園になっているかもしれないそれらの木に水や肥料を与え実がなれば新しい夕暮れの実を手に入れられる まるでオイラたち庭師みたいじゃないか本末転倒だそうかい僕は庭師になるのも悪くないと思うがアルベド、な おやそんななにに気になるのかいもちろんだあれはせっかく見つけたすっごくすっごく甘い夕暮れの実なんだぞお前に渡すもんかうんただの夕暮れの実じゃないか君は果物をたくさん持っていないから<っ>そのようなことを気にしてしまうんだもし懐にたくさん持っていて心が満たされていれば。 簡単にそのような感情に陥ることはないえっ、はい、そうなのか